全世界の皆様こんばんは、タナです。本日はゆるキャン聖地でもあります、モトスコに面している港湾キャンプ場での、キャンプ動画を自分で実況してみようと思います。それではスタート。実はこのキャンプ場を紹介してもらったのはこのキャンプの、まあ、会話を良くする仲間なんですけれども、パンユットキャンプ場とこちらの港湾キャンプ場を勧められて、まあ、行ってみようと思って普通に行って、で 行く途中とかでそのゆるキャンっていうことを初めて実は、知りました。もともと僕はゆるキャンについては何も知らなくて、これに行く途中とかでいろいろ調べてるうちに、ま、どうやら漫画アニメですごく有名なキャンプ場だということを知りました。でこの日は平日に行ったんですけれども、ほうとうを途中で食べて行きました。この時期がいつぐらいだったかな、2月の頭とか、それぐらいだったと思うんですけど、結構こうキャンプ行き始めて、設営終わってからご飯をちょろっと食べるのがお腹が空いて、お腹が空いて仕方がないんで先にほうとうを食べました。この日はでこれが受付のところに置かれてるところですね。結構この坂は本当に急で、実際帰り特に結露とかなかったんですけど、まあ、僕の四駆じゃないんでちょっとこう後ろのタイヤが回転しましたね。これ最終日の映像をちょっと最初に持ってきて使ってるんですけど、この右側に映ってる方は管理人の一人の方ですね。おじいちゃんで結構4、50分最終日いろいろお話しました。もう90ぐらいの方ですがね、近所に住まれてて毎日見回ってるみたいですね。本当にとんでもない景色だと思います。で実は今タナは星空のタイムラプスとかそういったものをすごくこれから撮っていきたいなと思ってて、まあ、港湾キャンプ場の近くにタイムラプスとか星空を撮影する素晴らしいスポットがあるみたいです。でこの港湾キャンプ場で撮った方がおそらくさらに綺麗に撮れるんじゃないかなと、思ってるんで、またいつかここに行って星空タイムラプスを撮影してみたいなと思っています。でこの日初めて天幕デザインのサーカス TC を使ったのかな。なので下に敷くグランドシートとかもないんでモンベルのやつを使っています。本当にこれもちょっとねカメラがこの時はちょっと昔のカメラを使ってたんで物足りないんですけれども、それでも十分今見ても綺麗だなと思いますね。水平とかこれ撮れてないですけど、平日で人も他に数組ぐらいしかいらっしゃらなくて、この湖畔側と、まあ、林間があるんですけど、あこれ千円札の裏側のやつですね。これ初めて知ってネットで検索してみんなやってたんで僕もやってみました。で富士山を、背に向けてちょっと戻ると右手の方に林道というか、林がありますね。でこっちでも泊まれます。こことか結構いいポジションだなと思いましたね。自分の息が切れてるなって思ってますね今。で港湾キャンプ場は
薪を拾いたい放題で使いたい放題ですごくいい、楽しかったですね。あのどんどんバンバン燃やせるんで、やっぱこのキャンプ、冬キャンプの醍醐味でもある焚き火を、まあ買うとちょっと高いじゃないですか。それをね、好きなだけ使えるっていうのはいいですね。あとはこう太い薪をあんまり燃やす機会ってないんで、ほんとゴム太のやつをどうやって燃やし切ろうみたいな、そういうのも僕結構ワクワクするんで、むしろ今こう転がってるものをそのまま燃やしたいぐらいのレベルですね。まあ、ちょっとそれはね、あんまあれですけど。で、そうですね、この時はシルキーのノコギリの、今までがポケット310とか、それちょっと小さめで使ってたんですけど、太めのものを切るときに、やっぱりもう少し刃渡りが長くて、直線の刃じゃなくて、カーブ層、いわゆるちょっと曲がってるのを使うと、丸太が切りやすいという話を、ちょっと仲間に聞いたんで、そちらを買って、使っています。すごく良かったですね。本当この林のところも今だとちょうど 先々週ぐらいに、ベアーズ島田キャンプさんが保安キャンプ場でキャンプされてる映像を上げてられて、ハンモックで寝てましたね。すごく楽しそうでした。ぜひ見てください。いや本当なんか丸太の落ちてる太さが半端ないんで、なんかいつかチェーンソーとか持ってって切りたいなとか思いましたね。落ちてるのですけど、なんかその場でスウェーデントーチとか作れんじゃないかなみたいな。いやー、やっぱりいいですね。いや、ここが今人がいないんですけど、これ2日目とかに多分撮ってるのかな。初日が他の方がいらっしゃって、泊まれなかったんで、すごくいいロケーションだなと思いましたね。まあもちろん僕が泊まったところもゆるキャンの子が泊まったところと、まあ、結果的になんか同じとこだったみたいなんで、車のとこが僕が泊まってるとこあたりですね。なんか斧を使っていろいろやってみたいなと思って下手くそながらやってるって感じですね。これがズバッとですね、シルキーの長いやつですかね。カーブ層曲がってますよね。本当なんかAmazonで届いた時銃が届いたみたいな感じでしたね。でもこれはね、めちゃくちゃ切れますよ。本当にすごい楽ですね。こんだけ切っても全然疲れないです。カーブしてるんで引くときにグッグッてこう中に入ってくるんですよね。直線のより切りやすいですね。丸太はカーブ層の方が切りやすいっていう話でしたね。角材とかは直線のストレートのやつでいいって聞くんですけど、いやー、最近絶景のキャンプ場に行きたいなと思ってて、今ちょっと今帰ってきて11時ぐらいなんですけど、帰りにこうご飯食べながらいろいろと調べてて、東京から船で行ける、青ヶ島っていうところがあるんですけど、新宿に青ヶ島っていう居酒屋に僕たまに行ってて、そこが青ヶ島出身の方がやられてるお店なんですよ。でその青ヶ島にいつか行きたいなと思ってたら、キャンプ場があるみたいで、しかも星空が凄まじく綺麗に見えるっていう風にネットで書いてて、すごく行きたいなと思ってさっき検索してみました。検索してました。ただやっぱりなんか天候が風が強い日が多いみたいなんで、ちょっと僕の三脚がそんなにこう重たいやつじゃないんで、その対策がちゃんとしないといけないなと思いましたね。ただ今日は新しいカメラを買ったんで、それを早く使いたいなと思ってます。ちなみに今週末は、とあるキャンプ場にちょっと遊びに行ってきます。この時は、火のつけ方とかまだまだ全然慣れてなかったんで、多分着火剤使ってますね、これ確か。
もう少しね、焚き付けの細いやつをいっぱい、必要だったかなと思ってるんですけど、そうですね、あとカメラ、最近カメラについて質問されることも多いんですけど、確かこの、時は、初めてルミックスの GX7 というすごくコンパクト一眼ミラーレスを買って、レンズキット、ズームレンズキットかな、2つレンズがついているやつを使ってるものですね。なので、多分中古でレンズキットだと5、6万ぐらいで買えるやつですかね。でこの後に、買ったのがパナライカのレンズを買って、そこからおそらく映像のクオリティが格段に上がってると思います。なので僕の腕ではありません、すべてレンズのおかげです。本日さらに上のやつを買ったんでちょっと楽しみですね。でこの日は初めて、コット発表しましたね。で天幕デザインの、サーカス T シャー本当に広かったですね。むちゃくちゃいいですね。中で全然こう立って歩けるぐらいなんで、でコットを引いて、その横とかに椅子とかを置いて、全然ゆったりできるんで、でこれサーマレストの、ネオエア X とかそんなんですかね、サーマレストのエアマットの中では一番携帯性かつ、保温力というか断熱がありますね。で厚さが確か6ミリとか5.2ミリとかなんかそれぐらいですね。あ、センチですね。5.2 センチとかそんなもんだと思います。実際今これ結構メインで使ってるんですけど、暖かさで言うともう本当にこれ1枚であとは何もいらないですね。寝袋があれば接地面がめちゃくちゃ暖かいです。ただ横幅が結構狭いんですよ。なので僕割とこう寝返りするタイプなんで、もう20センチぐらい広ければすごいいいかなと思いますね。なので今はサーマレストの普通のエアーじゃないマットの方を、使ったりすることもありますね。やっぱコロコロ転がりたいん でダウンハガーは伸び縮みが結構するんで寝返りも打てるんですよね。なのでちょっとそれが今悩みというかどうしようかなと思ってますね。トランギアのケトルいいですね。好きですね、トランギアのこのケトルは。この時はまだコーヒーバネットを使ってますね。コーヒーを入れるこのフィルターのやつですね。フィルターとドリッパーですかね。あとマグカップも今のカリンのクサさじゃな、あ、クックサでしたっけ。あれちょっとどっちだったっけ、ちょっと検索します。クックサですね。クササって検索したら出てこなかったです。そう、クックサ、今使ってるクックサはカリンの木を削ってハンドメイドしてもらってるものなんですけど、やっぱりこの確かスノーピークのチタンのマグだと思うんですけど、やっぱね、口つけるともうずっとこう鉄の味がするんですよね。それがもう僕めちゃくちゃ気になるんですよ。こう例えば居酒屋とか行って魚、刺身食べた後に水飲むじゃないですか。でその水飲んだ後にちょっと立ってまたそのコップを使うとすごい嫌なんですよね。なんか そんな感じでこう気にしちゃう方なんで、こう口当たりとか匂いとかそういうのはできる限りなんかこう自分がこうなんですかね、こう納得できるようなものがいいんで、木の今のマグはもう完璧ですね。保温性がね、やっぱこう再加熱がちょっとしにくいっていうのはありますけど、まあ十分ですね。これはチョコレートでなんかチョコフォンデューみたいにしようかなと思って、やっています。これ十っつってて湯煎でしろよって感じなんですけど、ちょっとねこの時は湯煎する頭になってなかったですね。もう見ていただければ分かる通りこうシャバシャバですね。
牛乳になんか溶かしてなんかホットチョコレートみたいな感じですね。いや焦げたかなと思ってもガリガリしたんですけど。でこの時は音もあのこの内蔵のマイクなんで、やっぱりこう全然ですね、音が聞こえないですね、あんまり。比較的この PDCA は回すタイプなんで、次何を料理作ろうかなと、まあそうですね、今週末キャンプに行くんですけど、それで何を作ろうかなと悩んでますね。うん、この黒い方はね結構いい感じになったんじゃないかと。でこうちょこちょこっとずつね、一気に入れるとまたシャバシャバになるんで、だからまあチョコ 10枚ぐらい使ってやりたいですね。なんかもういちご沈むぐらいの量でやりたいですね。あとこういうなんか物を溶かすとかなんか混ぜるとかそういうのすっごい好きなんですよね。それだけでなんかもう1時間ぐらい混ぜてられるというか。僕の幼なじみがいちご農家で、すごいちっちゃい頃、幼稚園の頃とか小学校の頃、毎日のようにいちごを大量に食べてたんで、いちごがこう高い食べ物だっていうのが知らなかったんですよね、こう大人になるまで。昔はもう本当ジャムとか家でよく大量にいちごを入れて作ったり、あとイチゴをミキサーで、粉々にして、粉々というか、まあ、してそれを固めておいて、固まったものをなんかこう牛乳で潰しながら飲むと、まあ、シェイクみたいになって、それとかも結構美味しかったんですよね。あとオイルランタンやっぱいいっすね。いや自分で見ててももうなんか思い出しますね、この時で。これ本当目の前富士山がドーンって見えてますからね。誰もいないですからね、しかも僕だけ。視界に入るものは富士山、本栖湖以上。これは本当に何気この飲むと美味しいですね。飲むと美味しかったですね、ホワイトチョコも、まあ、つけても全然美味しくて、本当に甘党なんで、毎日こう朝ごはん本当全く嘘じゃなくて、必ずコーヒーとお菓子です。チョコレートとか、最近はバターサンドでしたっけ、六花亭のとかちょっともらったんで、それ食べてたりしましたね。これね、この逆さ富士とかすごいんでしょうね、全く風がない日とか、そういう日にこう撮影したいですね。でもキャンプに行き始めて一つすごい良かったなと思うのが、カメラにハマってるんですよね今で。結構一時期大学卒業したての頃ぐらいカメラにちょっとハマってて、その時は地元の同窓会とかにこうカメラ持ってってカメラ構造をしてたんですけど、やっぱりカメラっていいですね、こう思い出が残るというか。もちろんこう目で焼き付けるのもいいんですけど、僕は撮影すると撮影してる時も結構楽しいんで、なんかそういう趣味もなんかまた新たに出会えたっていうのは、本当になんかキャンプに行ったからっていうのはありますね。あとはオガの備長炭もいいですね、なんか日持ちも良くて。ああそう、このトッピングね、この銀のやつってなんかちょっと高級感があって、なんかこうカラフルなやつはいっぱいつけてたんですけど、銀のかかってたらちょっとさらに特別感ありますよね。こんなつけてたらもう
飛び跳ねますよね、子供。こっちがカラフルなやつですね。子供いいっすよね。ついてますね。いや、ほんとね、自分でつけれないじゃないですか、そのアイスクリーム屋さんとか行っても。羨ましいですね、これ。第1弾が、これで終了ですね。ちょっと昔のやつなんで、まあ、20分ぐらいで、もう1本2本とかにしてるやつですね。まあ、2本目が景色とか、いい感じに映ってるやつですね。そうですね、これですね。まあ、ということで、港湾キャンプ場の、解説をこれにて終了いたします。どうもありがとうございました。